ターに投稿されたレアな深海生物の写真が海の幸を使ったある和食にそっくりだと話題になっています。いわき市小名浜にある水族館アクアマリン福島では貴重な深海生物の展示が始まっています。綺麗な赤色ですが、なんとも不思議な感じ。北海道の羅臼沖800から1200メートルの深い海で見つかりました。大きさは3センチほど。魚の白身属の一種と書かれて展示されているのですが、名前はないんですかね。毒から種まで落とす際には、口器っていう口の部分ですね、その部分の解剖が必要ということで、1個体しかいないので解剖するわけにもいかず、今回の個体が死んだ時に解剖して種まで分かるんですが、まあ相性というか親しみを込めてシラミちゃんと身内では言ってますが、魚のシラミ族のシラミちゃん。こちらは水族館がツイートした写真なんですが、あの和食に似てますよね。コメントには寿司にしか見えない、サーモンの握りに見えました、腹減ってるのかな、ゆでエビの握りに見えましたと書き込まれています。もはや寿司であることは当然で、サーモンかエビかが争点のようです。サーモンですかエビですかって言われたらどっちになります？どちらかといえば甲殻類なのでエビかなと思いますが、チラミちゃんなんですけど、もし食べたとしたらどんな味がしそうですか？そうですね、まあ基本的にグソクムシ科なので、まあ、そういうのを食べた人だと茹でたエビのような味がするっていうことですね。果たして美味しいかどうかは別として、まあ、基本的に甲殻類の仲間では両種ともあるので同じかなとも思います。18日から展示が始まっているこちらはヒロメオキソコエビ。4年前に知床沖で見つかり新種となりましたが、それ以来一度もお目にかかれていなかった、まさに激レアさんです。アクアマリン福島はどちらも飼育の難しい生き物なので、見たい人はお早めにと呼びかけています。さあ、お伝えしましたように、追主の飼育員の方の見解はですね、ゆでエビの握り寿司でした。理由はエビはシラミちゃんと同じ甲殻類ということでしたね。私これすごく納得してますよ。だって初めてこの子見た時に、あ、エビだって思いましたもん。確かに最初にも何も伝えられなくてこの写真見せていただいて、お寿司に出てくるエビですねって言いました。さあ、このツイートは1万8000のいいねがついていまして、シラミちゃんを育てている日比野さんは、深海で暮らす誰も知らなかったような地味な生き物が意外な理由で脚光を浴びたことに驚いた様子でした。でもね、可愛いですよね、シラミちゃん。グソクムシ科ということでしたけれども、グソクムシもぬいぐるみにすると可愛いので、きっとシラミちゃんも生で見たらもっと可愛いんだろうなと思いました。